さあ、17頭のゲートインが完了しました。体制完了。スタートを切りました。17頭、スタートの悪い馬がいますが、13番、エアロロの先行グループからまず見てまいりましょう。先手を取ったのは12番、オーアマゾン、ベステンバンクが追いかけます。内を通りまして、2番、ウィンカーネリアン。それから離されまして、6番、ソダシ。17頭が第3コーナーに向かいます。それからバルコニア、ロータスランドが並んでいっています。9番ピースオブエイト、シュネルマイスター。その外からは5番サリオス、ダノンスコーピオンがその後ろ、ダノンザキッド。外を通ってセリフォス、バラバラになっています。外から1頭、11番ソウルラッシュ。そしてその後ろからマテンローリオン。この辺りちょっと離れているヤスティンカフェ。さあ、阪神競馬場は大歓声であります。先頭行く白い帽子はウィンカーネリアン、オーアマゾン懸命に追う。さらに内戸田しか。さあ、先頭はウィンカーネリアンが一馬身リード。シュネルマイスターも追い込んできた。ここからどう伸びるか。ピースオブメイト、2番ウィンカーネリアンがまだ粘っている。シュネルマイスターが2番手、ソウルラッシュ。先頭に立ったジャスティンカフェ懸命に追う。ジャスティンカフェが3番手、ソウルラッシュ1着、シュネルマイスタージャスティンカフェ。この2着は際どいが、勝ったのはソウルラッシュだ。1着11番、2着7番。スタートを切りました。17頭、8番ロータスランド。スタートのタイミングが合わなかった。果たして何が行くのでありましょうか。2番ウィンカーネリアンが上がってまいりました。14番ベステンバンク。それから12番オーアマゾン、6番白い馬体育ちであります。17番バルコニア、9番ピースオブエイト。これが1番人気のシュネルマイスター、ヌメール騎手。この手応えはどうか。それからもう一頭、13番エアロロノア。そしてその外にダノンスコーピオン。その内からは8番ロータスランド、ダノンザキッドがその後ろ縦長になってまいります。その外にソウルラッシュ。そして内からはサリオス。その外からは10番セリフォス。阪神のスタンドが揺れています。先頭行くのは2番ウィンカーネリアン、先頭三浦とウィンカーネリアン、間から12番オーアマゾン、3番手にオーアマゾン。さあ、先頭はウィンカーネリアンが半馬身リード。シュネルマイスター、まだ来ないのか、まだ来れないのか。怖い馬が来た。10番セリフォスだ。セリフォスが外から飛んできた。サリオスが2番手、外をついてセリフォスが来ている。これはハンシーレースになりました。サリオスかセリフォスか、首の上げ下げ。さあ、この1着は際どいぞ。1着、当番、2着、5番。さあ、飛び出した17頭、まずまず揃って飛び出しました。先頭に立つのは何か。ベステンバンク先頭、そして内からはウィンカーネリアン。外を通って12番オーアマゾン。それから離されまして9番ピースオブエイト。そして5番手に17番バルコニア。内を通りましてソダシ、8番ロータスランド。その外エアロロノア、シュネルマイスターがかわしていきました。ダノンスコーピオン、内から1頭5番サリオス、ダノンザキッド。外から1頭ソウルラッシュ。そのうち10番セリフォス。その後ろでやりましょうか。マテンローリオン、ゴールまであと800メートルだ。それから7番ヤスティンカフェ。そしてしんがりから16番ハッピーアワーという展開です。大歓声が上がる阪神競馬場、大歓声が上がる阪神競馬場。白い帽子ウィンカーネリアンが先頭、外から懸命にオーアマゾン、ベステンダンク懸命に追う。さあ、先頭はウィンカーネリアンが一馬身リード。ソダシが差を詰めてきた。ソダシ捉えるか。先頭三浦とウィンカーネリアン、ソダシがかわした。セリフォス懸命に追う。このまま粘れるか。ソダシ頑張る頑張る。吉田とソダシ一着。ソダシいい感じだね。1着6番、2着17番。スタートを切りました。17頭、まずまずのスタートといったところであります。先頭に立つのは何か。ピースオブエイトがかわしていきました。14番ベステンバンク、外から行こうというところ。12番オーアマゾンが上がってまいりました。ウィンカーネリアン、差が開いてバルコニア。まもなく第3コーナーに差し掛かります。それからソダシ、そしてその外に8番ロータスランド。その後ろでやりましょうか。シュネルマイスター、外を通りましてエアロロノア。それからもう一頭、15番ダノンスコーピオン、11番ソウルラッシュ、
そのうちからはダノンザキッド、10番セリフォス、そしてうちからは5番サリオス、これと一緒にバテンローリオン、そしてその後ろから7番ヤスティンカフェ。さあ最終コーナーを回ってぐーんと広がった、緑の帽子オーアマゾンナ、先頭オーアマゾンナ抜け出した、外から懸命にベステンダンク、懸命に手を動かして吉田とソダシ、先頭サカイとオーアマゾン、怖い馬が来た、1番マテンローリオンだ、外を通ってマテンローリオン、マテンローリオン届くのかどうか、先頭ルメールとスネルマイスター、外をついてマテンローリオンが来ている、スネルマイスター1着、1番人気に見事応えました。まあ当然の結果だよね。1着4番、2着1番スタートを切りました。17頭、なかなかいいスタートを切ったようでありますが、果たして先頭に行くのは、ソダシがかわしていきました。ウィンカーネリアン、外を通ってベステンバンク、12番オーアマゾン、ちょっと離れて17番バルコニアでありますピースオブエイトがそのうちにいます。まもなく第3コーナー、それからもう一頭、8番ロータスランド、黒い帽子にご注目ください。これが1番人気のシュネルマイスターであります。それからエアロロノア、ダノンスコーピオンがその後ろ、そのうちからは3番ダノンザキッド、外から1頭10番セリフォス、ちょっと縦に長い展開になりました。その外からは11番ソウルラッシュ、そしてそのうちに5番サリオス、バテンローリオン。第4コーナーの橋を渡って、あとは長い直線です。先頭サカイとオーアマゾン、懸命に手を動かしてルメールとスネルマイスター、頑張る頑張るオーアマゾン、内を通ってウィンカーネリアン。さあこれから坂、エアロロノアも追い込んできた、オレンジの帽子エアロロノアが間から来ている、このまま粘れるか、ウィンカーネリアン、エアロロノア懸命に追う、頑張る頑張る、三浦とウィンカーネリアン、外エアロロノアが来ている、1着2番ウィンカーネリアン、そしてオーアマゾンが粘って2着。1着2番、2着12番。